今から車載動画を撮影していきます。それに今しか乗れない車っていうのもあります。人生は短いし、やっぱりね、車は買いたい時に買っておいた方が後々後悔しないんじゃないかなって思うんですよね。このバイク完全に信号無視したな。ここね、まだギリギリ曲がれます。右折できます。で、何よりも楽しい思い出って金では買えないんですよね。だから若い時に
50万の DZR が中古車市場に出ています。でこれは99年式でなんか一応ね修復歴なしって書いてるんですけど、ちょっとねこれはまあありえない値段ですよね。あと赤のトレノ DZR が新しく追加されてますね。でこれは内装も外装もかなり綺麗な玉です。で値段がね車両価格で158万で乗り出しで168万っていう、まあ、かなり高い感じです。で基本的に 赤ですねで赤なんですよね、ボディカラーで。赤は、まあ、塗装が劣化している場合が、まあ、多いんですけど、これに関してはねかなり綺麗な状態になってます。もしかしたら再塗装してるかもしれませんね。でちなみに最終後期ではなくて、まあ、一応後期ですけど、まあ、後期、まあ、俗に言う中期になっています。おすすめはしないんですけど、ちょっと安かったんで目に留まりました。でその車両は、最終後期の、なんとね BZG です。でしかもねリップスポイラーと TRD タワーバーみたいなものがついてます。
中なんで、おそらく塗装は、塗装の状態はね、まあ、ひどい可能性もあります。で、おまけにね、雪国の車両なので、まあ、ちょっと錆も心配ですし、6万円ぐらいですね。まあ、どこまでいくかな。30万はいきそうな気がしますね。ただちょっと状態が分かんないんで、もしかしたら最初初期整備でさらにね30万ぐらいかかってしまう可能性もあります。ご視聴ありがとうございました。